アメリカのマイクロソフトは13日、フランス政府が開催した年次イベントで、フランスでのクラウドと AI、人工知能のインフラ整備に40億ユーロ、およそ6700億円を投資すると発表しました。2027年までに100万人に訓練を行い、スタートアップ企業2500社の支援を目指すとしています。また、Amazon.com もフランスでの事業に12億ユーロ以上投資し、3000人を超す雇用を生み出すと発表しています。